と無事無事到着しました。いいです。うわ、カメラトラベルマキナ、今回より新調しましたよ。重さはどうですか？ちょい重です。ちょい重で。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。着きました。デカ荷物でちょっと多すぎたから。チェックインホテル行ってして、はい、で買い出しして、はい、あ、coming from 東京。東京。Yes。A long ways away from home. Yeah. You know, over half of the park is closed. Yeah, I know that. まあ地滑りが起こってて、はい、奥まで行けないっていう、車が入れないんですよ。あ、車が入れないんだ。はい。一番奥にあるワンダーレイクっていう。まあ、驚きの湖、はい、ドエレ湖って名前のところに、まあ、歩いて頑張って行けばたどり着くと、まあ、80キロあるんですよね。80キロ距離にして、はい、まあ、東京から行くと、まあ、千葉の先っぽぐらい、立山とか人が全くいないわけです。あ、つまりワンダーレイク周辺はそう地滑りなんで、まあ、誰も行かないんですよ。からチャンス。そうか、観光客いないのもいいかもしれない。そうですね。我々だけで。はい。You're in for an adventure. Danger. Sorry. You're in for an adventure at least. An adventure. Adventure. Yeah. Adventure. Yeah. でこれがクマスプレーです。これ違いはありますか？サイズ。飛距離が違うと思うんですよね。飛距離と時間。あ、40フィートってことです。そう、それ40フィートで。8セカンド。これは、これ7セカンド、30フィートなんで、でっかい方が。OK。と、ごめんなさい、ベアホーンもちょっと1個。これ音が出るやつで。これも必須。まあ、一応ちょっと飯を用意したくて、メインの夕飯用のを、一晩分まず買いたくて、これこれに全部お湯入れたらいけるやつ。一食目これ。はい、一つ目。トマト系はどうでしょうか。いいと思います。マリナーラ。いいですね。とりあえずこれを。どんなルートを僕らは。こちらが地図です。デナリ国立公園に行きますと、はい、これがデナリという山です、はい、北米大陸最高峰です、はい、これが国立公園なんですよ、はい、デナリナショナルパークって言って、でここに道路が1本だけ中を走ってるんですね、はい、道路って言ってもまあ車が通れるってだけで、うん、アスファルトじゃないんですけど、うんうん、でこれがワンダーレイクですと。あそこにあるんだ。僕らが目指す湖、はいはい、で公園の入り口はここです。ここだけ、はい、でこの辺で地滑りが起こってると、うん、でこっから先は車がもう通れないんですよね、うんうん、なんで我々はここからバスに朝一で乗ってここまで行きます、はい、でこっから歩いてここを目指します、はい、ここが80キロなんで、基本的にはでもこの車が通れる場所を歩きながら、うん、一般的な山登りとはだいぶ違うんですけど、うん、歩きつつ寝るときは道路から離れないと寝ちゃいけないっていうルールがあるんで、うん、山の方に入ってって寝る。で翌朝起きたらまた道に復帰して歩く、うんうん、とやっていく。で1日20キロから30キロ初日2日目3日目4日目はあ、感じのざっくりとした計画です、はい、計画と呼んでいいのか分かんないけど、4日目にワンダーレイク、4日目にちなみにワンダーレイクよりちょっと北にあるここにカンティシュナっていう空港があるんで、うん、ちっちゃい、もともと近郊の場所だったんですけどそのための空港があって、ここに飛行機を来てもらうようにしてます。なるほど。なんでここにたどり着かないといけないです。16時、はい、これ逃したら帰れません。終わり。大河君のマネージャーさんには死んでも返してくれと言われてます。イベントがあるからと。それに遅刻するようなことはないと言われてるので、というのが今回のスケジュールです。はい、日が長いんですよ、とにかく。今、そうか。
今もう9時なん、9時でこの明るさなんで。そっか、もう今9時なのか。これ夜9時です。おかしくなりますね。おかしくなるね。そう。だから23時半ぐらいまで明るいんですよ。はい、で日が、の昇るのが4時過ぎなんで、うんうん、まあ5時間ぐらいだけなんですよね夜って。うん、どういうことかというとめっちゃ歩けるっていう、うん、体力次第で普通山って日が暮れたら動けなくなるんですけど、はい、この条件なら歩ききれるんじゃないかっていう疲労、はい、痛み、はい、寒さ、暑さ、痒さ、空腹全部押し寄せてくると思います。福袋、福袋です。あ、そうです。普通のだから最後に飲む酒うめえんじゃねっていう話です。って感じ。こっからここまでで東京立山間ぐらいのすっぽり入るってことですね。すっぽり入ります。楽な方、楽な方、楽しい方に舵を切ってしまうのがちょっと僕の人間性なので、その先に行きたいですね。俳優の中野太賀です。30歳。好きな食べ物はカレーです。僕がそこまで登山経験がないし、何せこうテント泊さえも日本でもしたことないし、なんか早々に自分の限界が来そうな感じするんですよ体力的にも精神的にも。でもやっぱそれを超えていきたい。できっとその先に見える景色もそうだし、体感すること全てがすごく楽しみなんで、東京の生ぬるい生活をしている自分を鍛え上げれる、そんな旅になればいいかなと思ってます。パンツ2枚で、今履いてるのに3枚なんですけど、うんうんうん、明日履いていい、ここ出るやつだけでいい。わかりました。靴下も一足どんどん軽量化をしていくと。いける。ちょっと食い物、ちょっとこれです。今買ったやつも含めて、これが俺が日本から持ってきた白米とか。ああ、これがフードバッグって、熊が破れないカバンです。基本は寝るときにはこれを、俺たちが眠るテントの風下の木にこれをくくりつけないといけないっていう。へえ。これもルールです。調理器具も匂いがつくんで。食料と同じように扱います。はい、本当はしかもここに歯磨き粉とかも後で入れないといけないんで、匂いがそのまま全部か。あ、重い。食い物と水が一番重いんで、水はこれで浄水します。これ浄水器になってて、はい、これこうつけて、はい、で基本水はなるべく最小限で持ち歩いて、うん、沢とか湖で汲んで補給していくっていう、はい、でこれがまあ命の浄水器です。これもマスト、はい、マストで、大事なのがこの辺です。クマスプレーね。クマスプレー、とにかくクマがいます。うん、先週その今回行くレナリ国立公園の隣の州立公園一人で行ってたんですけど、ここでもクマに、あ、いた、やばい、あ、いる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 、完全にブラックベアがいました。あそこブラックベアがいますね。やっぱ川沿いかなり危ない。あ、いた、こっち見てるな。
匂い嗅いでる。どっか行ってくれ。やべ、こっち来た。怖いな。でこれはすごい危ないパターンで、うん、まず人間一人とクマっていうのは結構危ないんですよ、うんうんうん、でこっちがこういう風に3人とかいればある程度向こうもビビってくれるんで、あとこれ川辺歩いてるじゃないですか、うん、川って音がまあ川の音がしちゃってて向こうもこっちに気づかないんですよ、近い距離までバッて近いところで会っちゃうんで、これすごいあのレアケースっていうか、我々はとにかく音を出しながら向こうに早めに気づいてもらう、うん、でもどうしても近くに来てしまったらこれっていう、はい、一人一本ずつあるんで、そうです、はい、いうところですかね。目的地はワンダーレイクですもんね。ちゃんとこうそこまでゴールまでたどり着けた達成感と、なんかこう充実感で酔いたい。めっちゃいい香り。結構イメージでは爽やかな感じで飲んでるんですよ、そのワンダーレイクを見ながら。イメージでは4日間でどんなことになってるのかちょっと想像つかないんで、死んだけど。まあ不安っすよね。14キロ。はい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 。寝れましたか？全然寝れない。5分ぐらい寝ました。本当ですか？なんか、久米さんも5分ぐらい。これは30分ぐらい寝たと思います。マジで？マジっすか？体重を間違えました。